俺の出番だな。この曲を送るわ、春風。よう、さっちゃん。え、さっちゃんって。ん？あれ、さっちゃんじゃねえ？お久しぶりです、春日さん。日だまりの城でお会いしましたよね。もしかして、菜の葉さんか？でも、なんでここに？誰に聞いてこの店を？一番、ほらよく見て、サエコだって。あ、やっぱさっちゃんかよ。一番にも見抜けないなら大丈夫だね。例の桂川も私を菜の葉だと思う。あ、この今のはあれだよ、引っかかったふりしてやったの。はいはい、それでも結構。それより桂川の居所が分かったよ。これから抜き打ちで押しかけて菜の葉として別れてくるつもり。一番も一緒に来てくれるんだってよね。ああ、そういう約束だったな。あいつは今自分のオフィスにいる。コンサルとか言ってたけど、実態は闇金だったみたい。ボディーガードも社員もみんな族時代の仲間たちだって。結局
立派な半グレだったわけが、なんでナノハはそんなのに引っかかっちまうんだ。そういう子だったから私もついつい口出しすぎちゃってたわけ。これで私の気持ちも少しは分かったでしょ。そういうことなら無理なかったのかもな。まとにかく行ってみるか、桂川の会社に。まったくよ、さっきから全然話にならねえな、マジで。急に押しかけてきたと思ったら、一体その男に何を吹き込まれたんだ。ナノハ、お前自分が何言ってるか分かってんのか。分かってます、もちろん。もうこれ以上あなたに払うお金はないって言ってるの。んだと。となるとあなたにも私と付き合う理由はもうないでしょ。つまりお別れってこと。バカ言うなよ。それじゃあまるで俺が金目当てでお前と付き合ってたみたいじゃん。それも今更どうでもいい。これまで貸してきたお金も全部返してください、即刻この場で。いや、だから今はそれどころじゃないんだって。あと200万ないとこの会社がヤバいんだ。頼むってなのは。ソープで働けば200万くらいなんとかなるだろう。桂川さんよ、その前に聞いときてんだ、あんたナノハに全部でいくら借りてる。ああ、うるせえよ。んなもんてめえに言う義理はねえだろうが。もし今ナノハがあんたに200万貸したとして、じゃあ合計でいくら返すつもりなんだ。さあね、大まかには覚えてるんだけどな。その金額も言えねえのに、まだ追加で彼女に金を借りる気か。まあ何回か借りてるからよ、んなすぐに細けえ数字は出てこねえっつうか。でしたら130万円です。桂川さんが菜の葉さんにお借りした金の合計。おい山下、何勝手に口挟んできてんだ。俺の許可もなくよ。すみません、失礼しました。優秀な部下がついてるじゃねえの。じゃあ返してもらおうか、その130万。さっきから何なんだてめえは。ヤクザみたいななりしやがって。てめえの方こそナノハをしゃぶりつく好きなんじゃねえのか。だとしてもあなたには関係ない。130万返して、それで私たちはもうおしまい。本気なのかナノハ。俺お前を愛してる、お前もそうだって言ってたろ。ナノハがそこまであなたのこと。世間知らずのお前には俺みてえなタフな男がいる。お前は俺が守っててやらねえとダメな女なんだよ。なるほどな、そうやってナノハを縛りつけてたわけか。てめえはしゃしゃい出てくんな、チンピラ。おやまして、何グズグズしてやがる。今すぐこの野郎をつまみ出せ。いえ、もういいでしょう、桂川さん。は？なんだって。俺からもお願いします。ナノハさんのことはもうそろそろ解放してあげませんか。この人は親の介護のために必死に働いていました。その間あなたは他の女と遊んでたじゃないですか。てめえどういうつもりだ。なのにナノハさんがソープで稼げると知ってまた絞り取ろうとする。いくらなんでもあんまりです。俺はもうナノハさんを見てられなかったんです。誰に口聞いてんだ。厨房の頃からずっと面倒見てきてやったのは誰だ。この俺だろうが山下、またパシリからやり直すのか、クソガキが。ずいぶん人望が終わりのようだな、桂川。
みんな日頃からあんたに不満を抱えてたが。うるせえ！おい、お前ら何やってんだこれ。こいつらを黙らせろ、山下の裏切り者だ。まあまあ想定内の展開だ。山下君の心変わり以外はね。本当にね。俺は多分きっかけが欲しかったんだ。桂川さんたちと草蓮を切るためのきっかけを。そうかい。実際はもっと単純なんじゃねえか。実は菜の花に惚れてたりして。そうかもしれません。いいね山下君、案外順調じゃねえか。ごちゃごちゃうるせえ。てめえら二度と口が利けねえようにしてやる。さっきの威勢はどこ行ったんだ桂川。口ほどにもねえ。菜の葉に借りた金を返せ。この場ですぐにだ。そして今日中に偉人町を出て行け。次またこの町でてめえを見かけたらぶちのめすぜ。菜の葉と連絡取ろうとしただけでもぶちのめす。わかりました。だからもう殴らないでください。なら殴らねえよ、俺の手ではな。このクズが。二度と女を食い物にするんじゃないよ。菜の葉さんじゃないって。じゃあお姉さんだったってことですか、双子の。いや悪いな山下君、せっかく勇気出して菜の葉の前でカッコつけてくれたのに。ごめんね山下君。いえ、まあそれはもう、だって仕方ないですもんね。でお姉さんは菜の葉さんがソープにいたことは知らないふりをしていたいと。そうだからさっき桂川の件で私がいたこともあの子にはオフレコってことでいいよね。ええ、ですが菜の葉さんからこの状況を見ると、突然彼氏が別れも告げず町を出てったわけですよね。それも疎遠だったお姉さんから悪い男と別れろって電話があってすぐに。
なあ、それがどうかしたか。となるとお姉さんが何か桂川が消えたことに関わっているようにしか見えなくないですか。お姉さんの何らかの差し金で桂川が町を出たというふうに見えるんじゃないかと。で、そういやそうかもな。いいよ別に、それならそれで仕方ないんじゃない。また菜の葉がさっちゃんに切れてもか。それでもいいのかい。最優先なのは菜の葉の幸せ。私があの子にどう思われようが、それは二の次。そんなの、今回さっちゃんは菜の葉のためにすげえ骨折ったんじゃねえか。桂川につきまとわれ続けるやん、菜の葉はしゃぶり尽くされるとこだったんだぜ。電話で話してくれるだけでもありがたいって仲なの。私はあの子が不幸にならないように見守るだけ。でもよ、あの、じゃあ菜の葉さんには俺からこう言っておきますよ。ん？桂川は事業に失敗して町を出たって。あの人が借りてた金も俺から彼女に返しときます。そうすればお姉さんが関わっていたことは菜の葉さんに気づかれないかと。するとつまり山下君だけがこの件であの子に感謝されるわけか。そうですね。いや、しかしそのまずいでしょうか。俺は菜の葉さんのことが気になってました。桂川なんかに捕まってかわいそうだなって。俺でよければいつか救ってあげたい、守ってあげたいと思っていたんです。だから今日俺は桂川を裏切りました。菜の葉さんを守るなら今日しかないと思って。さっちゃん、山下君がこう言ってるけどどう思うよ。ねえ山下君。はい。例えばレストランとかコンビニであなたは店員さんに偉そうにする人？ええ、肩着の人と話すときは敬語ですかね。やからっぽいのには舐められるわけにいかんのですが。そっか、ま、だったらとりあえずは合格かな。なんか妹の彼氏になるハードル低すぎねえか。だからとりあえずって言ったでしょ。ん？大丈夫、菜の葉のことはこれからもずっと陰で見守るつもりだから。もし山下君があの子を泣かせるような男なら絶対にもう見過ごしたりしない。私はあの子の幸せのためなら手段を選ばないわ。なるほど、わかりましたよお姉さん。俺も望むところです。まったく頼もしい姉貴だな、さっちゃんはよ。いつか菜の葉もそのことに気がつくと思うぜ。それもそう遠くないいつかだ。今回は本当にありがとうね。あなたのおかげでまた妹が助かった。本当に感謝してるよ一番。これからもよろしくね。ねえ、いえ、おい、
ええ。え？そうか。なんだって？いらっしゃいませ。いただきます。
ごちそうさまでした。ありがとうございました。誰だこんな時間に。どうも、久米さんだっけ。急に押しかけて悪いんだけど、うちの連れが来てるんじゃねえかと思ってね。お前らなんでここだと。よう一番、やっぱりここにいたんだな。ナンバー、偉人さんから殺し屋が向かってる。ハンピン・リューマンの奴らだ。ハンピン・リューマン、コミジルじゃなくてか。こちらに来たのはあなた方だけですか。ああ、俺たちだけだ。そうですか。難波さんにご用で。ああ、あんた誰だ。初めて見る顔だな。これでもよくメディアに露出してるんですがね、まだまだ認知されてないか。あ、本当だ。確かブリーチジャパンの代表で。ああ、俺もテレビで見たことあるぞ。小笠原と言います。このところ横浜支部を応援に来てましてね。特に偉人町は全国的に見てもグレーゾーンが幅を利かせ、警察もそれを野放しにしている。そこへ来てまさか偽札作りまでとは、全く信じがたい。もう難波から全部聞き取ったわけか。なら悪いことは言わねえ。あんたらすぐこっから逃げろ。なんならそれまで俺らがついてやってもいい。難波、お前もさっさと逃げろ。春日、お前最初からそのつもりだったんだな。なぜ私たちが逃げなければならないんですか。偽札に関わってるのはコミジュルだけじゃねえ。清流会とハンピン・リューマン、それぞれのトップも承知なんだ。秘密を知った難波に殺し屋を送り込んでる。となると片木だろうが、ここにいるあんたらだって危ねえんだ。小笠原さん、殺し屋だなんてハッタリです。そいつは口がうまいですから気にしない方がいいですよ。いや、本当のことでしょうね。え、最初あなた方がその殺し屋かとも考えたんですが、肉の壁の殺し屋にしてはあなた方だけじゃ少なすぎると思ってました。は？殺し屋？少なすぎるって何の話です。やれやれ、久米君はまだ事の次第を分かっていないんです。ですが無知ゆえの勇気が必要でした。この偉人町でブリーチジャパンの支部長を務めさせるにはね。え、あの小笠原さん、一体何の話を。あんた本当に仇か。もちろんですよ。ただ普通の人よりはいろいろとものを知っているとは思います。さっきから何言ってんのこいつ。そろそろお願いできますか、ラオマ。ラオマ、マブチが、なんでここに。ここは任せてもらっていいですよ、代表。うちはアフターケアも万全です。では我々はこれで行きましょう。おい、ナンバー待てって。偽札のことはもう全部この人たちにぶちまけだ。俺は弟を見つけてるだけだ。生きてても万が一死んでてもな。あ、小笠原さん、私はどうしたら。まぶち。
場違いなゴミにお似合いの最後をくれてやれ。あんたがこんなとこにいるとは思ってなかったよ。安心しろ。うちのボスですら知るわけねえ。ずっと会いたかったぜ。俺らをはめてくれた礼を言えてなかったもんな。店長の分もよ。お前らに先に刻む権利をやる。お任せください。ほら来いよ、ザコ。絶対負けない。奥の手。かかってこいよ。やってみろ。舐めると痛いものだぞ。ほら、取っておきな。こいつは効くぜ。ありゃ、うっせ。じゃあ、来てみろ。怪我しますよ。来やがれ。ほら、来いよ。これやるぞ。かかってこいや。してみろ。行くぜ。ほら来いよ。ちょっと見ろ。ここで。覚悟はいいですね。見せてやる。あっち来い。やろうぜ。来いよ。じゃあ、怪我しますよ。いい調子だ。出てきやがったな。あの薙刀みたいな武器何なの？あれは三国時代の英雄関羽が持ってた武器だな。関帝廟の関羽の像も持ってるやつだ。ああ、あれね。もしかして真淵ってちょっと英雄気取りなの？だとしたらとんだ勘違い野郎だ。やつのプライドをあのボコごとへし折ってやろうぜ。頑張ります。どっから切ってほしいんだ。やめんな。はあ、してみろ。さあ来い。奥の手。やんのか。はい、チーズ。俺の番だな。死に勝てますかね。ふざけてるんですか。とっておきだ。なめないでくれ。バリバリ行くよ。やってみろ。見てなさい。舐めると痛いのに。どうしようかな。はっ、
来てみろ。舐める。行くぜ。やっやってみろ。行くぞ。取っておきだ。おれ絶対おら一緒に勝てますかね。何とかしないと。マブチの野郎、えらく気合が入ったな。なあ、半端ねえオーラだ。俺には体から真っ赤な炎が出てるように見えるぜ。お前の想像力すごいな。なら俺たちも同じくらい気合い入れねえとな。その通りだ。行くぞ。頑張ります。なめんなよ。ええ、来い。舐めないでくれ。やんのか。どっから切ってほしいんだ。見せてやる。さいません。すげえ、聞いたぜ。最高じゃねえか。まだ口が利けそうだな。ありがてえ。いってえ。何なの、嬉しそうな声出して。よくもうちの店長殺してくれたじゃねえか。殺したな。はあ、殺した殺した殺してやったよ。清流会とドンパチするために。俺は言われた通りにやっただけだ。言われた通りにだと。誰に何を。さっきここにいたろ。ブリーチジャパンの代表、小笠原。小笠原。
あいつが店長の殺しをお前に。何が狙いでそんなことを。小笠原の狙いはな、偉人町そのものだ。なんだと。荻窪豊を支える謎の資金源を暴き出すことが小笠原の狙いだったんだ。そのためには陸の壁にひびを入れる穴を開ける必要があった。穴を開けるって、それが野々宮が死ぬことなの？じゃあ何か、小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を。何がブリーチジャパンだ、何なんだあいつらは。待てやマブチ、連中に頼まれたとしてお前は何で引き受けた。偉人さんの全勢力を敵に回してまで何の得がある。小笠原にはでかいバッグがついてる。バッグ。偉人さんも陸の壁も時期終わりだ。明日には山ほど兵隊が乗り込んでくるからな。兵隊？ブリッジジャパンのか。そうじゃねえ。まだわからねえのか、春日。あ？ブリーチジャパンのバックについてんのはな、カムロ町にいる近江連合よ。なんだと。俺、偉人町の荒川真澄になるんだ。やつみてえに町を売っ払って近江の幹部に名を連ねる。俺はこんな狭い町で終わりゃしねえ。おやっさん、てめえと一緒に語んな。近江連合がこの町にも来るの？そこんとこじっくり聞いてみようじゃねえか、小笠原の野郎に。奥にまだ部屋がある。小笠原も難波もそっちへ入ってた。ああ分かってる、行こう。奥からも外へ出られたんだ。小笠原ならもう出てった。ナンバ？ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。コミジルもぶっ潰してくれる。俺の弟も見つけ出すかもしれん。俺らにはできねえ芸当だよ。なんちゃ。一番、俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやってたのもあいつを見つけてからだ。小笠原はどこに行った？もう彼らの邪魔はすんな。少し話をしてえだけだ。だからそれが邪魔だってんだよ。一番ナンバ、今は弟より自分を心配しろ。偉人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい、どっかに隠れてろ。さっきマブチが言ってた、明日近江の兵隊が偉人町に入ってくる。そのどさくさに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ねえなんちゃん、気持ちはわかるけど、私たちの気持ちもわかってよ。ねえったら。うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。ああ。でもな、弟見つけるにはこいつらの力がいるんだ。あ。本当に行くのか。止めたきゃ止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。俺らがお前にそんな真似するわけねえだろ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。ああ、うるせえ。一番、
気持ちはわかるが立ち止まってる場合じゃねえ。奥はおそらく支部長の部屋だ。調べてみようぜ。せっかく誰もいねえんだ、チャンスだろ。なあ、そうだな。シェッ。これは…どうしたの？おい、この写真…なんだよ。小笠原と握手してる、こいつだよ。ああ、都知事じゃねえか。青木だろ？都知事の青木亮。まだ若い頃だな。今はもう抜けたが、もともとブリーチジャパンはそいつと小笠原が二人で立ち上げたんだ。青木亮。でも死んだはずだぜ。はあ？死んだってカムロ町で俺はそう聞いてた。どういうことだ、青木亮を知ってんのか？違う、こいつ。若田、荒川雅人。知事、来週の予算審議、反対派のトギラは相当粘るつもりです。道路族のじいさん連中か。建設予算の削減が気に入らないんでしょう。議会は長丁場になるかと。夕方に予定されていた表敬訪問はキャンセルの方向で考えております。表敬訪問？ああ、新聞社が主催の。子供たちが来るんだったね。そうです。ならキャンセルはなしだ。親御さんたちだって張り切って新しい服を買ってあげて心待ちにしているかもしれないからね。ええ、ですが。大丈夫、必ず定時までに反対派を解き伏せて審議を終わらす。子供たちをがっかりさせたくない。わかりました、表敬訪問は予定通りに。今日はもう上がりなさい。失礼します。小笠原です。いい知らせかな。ようやく見つけましたよ、荻窪幹事長の内出の小槌。肉の壁の深いところにありました。そうか。つきましては関西のおのぼりさんたち、いくらかこちらへよこしてもらえますか？いいだろう、東京にはもう十分手が足りている。余っている分をそっちに回す。